コンサート2 0 0 2 w i ズ、東京シティフィルハーモニック管弦楽団フィーチャリングバイオレット UK は日本の音楽家であるヨシキが2002年12月3日と4日に東京国際フォーラムで開催したクラシックスタイルのコンサートコンサートの模様を収録したライブ d v d ヨシキシンフォニックコンセール2 0 0 2 w i ズ、東京シティフィルハーモニックオーケストラフィーチャリングバイオレット UK が2005年3月30日にリリースされている。また、このコンサートで演奏した、Forever Love とアメジストは t 와が2005年3月23日にリリースしたアルバム Eternal Melody 2に収録された。音楽家の藤原イクロが音楽監督とオーケストレーションを務め、1999年から行われているコンサートシリーズの一環として企画された。 当初は先に企画されていたコンサートに、吉木がゲストで参加するだけの予定であったが、ミーティングを重ねるうちに吉木のコンサートに企画が変更された。最初に主催側から出演依頼があった時は、検証演やバイオレット UK、グローブ、愛知万博のテーマソングのレコーディングでの多忙を理由に誇示していたが、その後も何度かオファーを受け、 最終的に開催を決定したのは2002年のバンカであった。出演を承諾した理由は主催者側のクラシックの素晴らしさをもっと世の中に広めたいという言葉であったとヨシキはコンサートのフライヤーにコメントを記している。コンサートでは x ジャパン吉ヨシキのソロプロジェクトであるバイオレット UK2002 年に加入を表明したクローブ 吉木がプロデュースするダリアの一作目のシングルで2005年日本国際博覧会愛地球博の公式イメージソング I'll be your love の楽曲のオーケストラアレンジのほか、天皇陛下ご即位10年をお祝いする国民祭典で演奏された吉木作曲による宝祝曲アニバーサリーも演奏された東京シティフィルハーモニック還元楽団によるオーケストラは ヨシキから弦楽器をフィーチャーしてほしいという強い要望を受け、弦楽五部が16型編成に、二巻編成、ホルン4人、パーカッション4人、ハープ1人という編成になっている。コンスタンチン・ディ・クリメッツと、藤原クローが指揮し、コンサートミストレスは、野口千代子が務めた。ヨシキは、ザラストソング、アネイムドソング、アメジスト、アイルビー・ユアラブ、スクリーミング・ブルー、 ブリントダンス、ブリントダンス、アニバーサリー、エンドレスレインでピアノを演奏したほか、シーズ・ザ・ライトで指揮を務めた。フィーチャードアーティストとして、バイオレット・ UK のボーカリストであるドーターと、ニコール・シャージンガー、DJ であるコリーン・レニハンも参加し、ドーターは、アンネームド・ソング、アメジスト・ウィズ・ボーカル、スクリーミング・ブルー、ブリント・ダンスを歌い、シャージンガーは、アイル・ビー・イ・ア・ラブを歌った。 優先ブロードネットワークスとショータイムがブロードゲート01及びショータイムにおいて2002年12月20日からコンサートの模様をオンデマンド配信した。Say Anything, Tears, Amegist, The Last Song, Unnamed Song, Forever Love, Longing, Amegist With Vocal, She's the Light, I'll Be You Arab, Screaming Blue, Brint Dance, Anniversary, エンドレスレイン2002年12月3日と4日に東京国際フォーラム行われたコンサートのライブ DVD ヨシキシンフォニックコンセール2002ウィズ東京シティフィルハーモニックオーケストラフィーチャリングバイオレット UK が2005年3月30日にリリースされたこの DVD はアメリカに生活の拠点があるヨシキがプライベートでも鑑賞できるようにとヨシキの要望で リージョンフリーになっている。ありがとうございます。